皆様こんにちは、東川ペリカンの佐野と申します。2023年の春に東京から家族4人で僕たちは移住してきました。東京では妻と2人でペリカンという名前のワインが飲めるビストロを約10年間営んできました。なぜ北海道に移住してきたかというと、シンプルに北海道のワインが好きだからです。仕事の合間に北海道に来て、道内各地のワイン生産者さんのお話を聞いているうちにすっかり虜になってしまいました。東川町を選んだ理由は、町でワイン用のブドウを長く栽培している点と、町に活気があると感じたからです。僕たちはこの春に東川ペリカンをオープンすることになりました。東川ペリカンはワインが飲めるオーベルジュです。北海道のワインとお食事をお楽しみください。ご堪能した後はお2階に上がっていただき、朝までゆっくりとお休みください。天気が良いと窓からは朝日だけがきれいに見ることができます。また敷地の中でワイン用ブドウを植えることになりました。2023年から3年間にかけて約400本のワイン用ブドウを植える予定でいます。レストランからはブドウ畑を見渡すことができます。そしていつの日かブドウたちがワインになって皆様が楽しんでいただけると嬉しいなぁなんてちょっと夢見たりしています。ぜひお越しください。ありがとうございました。